ハーバート・ジョージ・ウェルズはイギリスの著作家。小説家としてはジュール・ベルヌと共に SF の父と呼ばれる。社会活動家や歴史家としても多くの業績を残した。H.G. ウェルズの表記もある。1866年、イングランドのケント州ブロムリーの商人の家に生まれる。父、ジョゼフ・ウェルズは園庭やクリケット選手としても働き、母、 さらにールはメイドだった。家庭は仮想中流階級に属しており、ウェルズは父の負傷後には母が働いていたアップパーク邸に帰職する。ウェルズはこの館でプラトンの国家トマス・ペインの人間の権利、ジョナサンス・スウィーフトなどを読んだ。この頃、ご服商や薬局の徒弟暴行、見習い教師などを経験するが、いずれも続かなかった。 当時の体験は、後に、キップス、東の番芸などの小説に生かされている。小学金で、サウスケンジントンの科学師範学校に入学。トマス・ヘンリー・ハクスリーの下で、生物学を学び、進化論は、ウェルズの人生に影響を与えることになる。学生誌サイエンス・スクールズ・ジャーナルに寄稿し、1888年4から6月号に掲載された、 字の探検家たちは、後のタイムマシンの原型となる。1891年には、四次元の世界について述べた論文、単一性の再発見が、法とト,トリレビューに掲載された。ウェルズは教員を目指すが、教育界の保守的な体質と自身の病気により道を阻まれ、分泌活動へ進む。やがて、ジャーナリストとなり、ベルメルガゼットや、ネイチャーに寄稿する。 1890年代から1900年代初頭にかけてタイムマシンをはじめ、モロー博士の島、透明人間、宇宙戦争など現在でも有名な作品を発表する。これら初期の作品には科学知識に裏打ちされた空想小説が多く、ウェルズ自身は科学ロマンスと呼んだ。1900年、ゲント州のサンドゲートに邸宅を購入し、 執筆活動と文史との交際を行う。未来について考察した予想の発表などが天気となり、文明批評色の濃い作品や風俗小説を発表するようになる。やがて社会主義に傾倒し、1902年にはジョージ・バーナード賞の紹介で社会主義団体であるフェビアン協会に参加。その後も人類への有料を背景にした作品を発表し続け、 第一次世界大戦の前に原爆を予見した解放された世界を発表。終戦後に出された歴史書、世界史体系は幅広く読まれた。第一次大戦後、戦争を根絶するために国際連盟の樹立を提唱し、ワシントン会議に出席。新世界秩序では全ての国家に人権の遵守と軍備の非合法化を訴えた。また、母性保護基金。 糖尿病患者協会、新百科全書、人権宣言などの運動を行った。政治家との交流としては、ウッドラー・ウィルソンへの直談判、ウラジー・ミル・レーニン、フランクリン・ルーズ・ベルト、ヨシフ・スターリンとの会見などを行った。社会主義と同時に、優勢学を支持するウェールズは、社会主義団体、フェビアン協会に参加すると同時に、著名な優勢学支持者の一人だった。 1891年に重視にあたるイザベル・メアリー・ウェルズと最初の結婚をし、1895年に教え子だったアミー・キャサリン・ロビンズ。日本においては日本ウェルズ協会が1974年に設立。会長は今西金次だった。H.G. ウェルズ・ビブリオグラフィーも参照。ありがとうございます。